磯崎新7月23日隊は、日本の建築家、日本芸術院会員、一級建築士、アトリエ建築家、大分県大分市出身、父は実業家で廃人の磯崎美佐を継ぎ、夫人は彫刻家の宮脇愛子、ちゃん以降、様々な現象へ分裂解体しつつあった世界の建築状況を整理し、改めて総合的な文化状況の中に位置づけ直し、 全体的な見通しと批評言語を編纂した役割において、磯崎はポストモダン建築を牽引した建築家の一人であると言われる。特に日本では丹下建造以降の世代にとって1970年以降の建築建設の展開のおおよそは磯崎によって編成されてきたとみなされている。一方で、磯崎の活動が常に批評的な活動を伴っていた事実は、 建築家としての磯崎新自身の建築設計や都市計画といった実務的な仕事を建築史上の特定の動向、様式に位置づけることを著しく困難にさせてきた。ちなみに、様式や形式それ、自体も批評的に選択されていると彼自身が表明している。そもそも磯崎の出発点は大分市の新世紀群という絵画サークルの活動から始まった。そこは後に、 ネオダダで活躍した吉村増信、赤瀬川玄平、風、倉匠らも在籍した前衛的土壌であったとは、旧正中学の同級生。また磯崎が1960年に丹下健造の東京計画1962、加わっていた頃、ネオダダは新宿百人町の吉村アトリエを拠点に、反芸術的活動を展開しており、磯崎もたびたびそこを訪れていた。 この時点において、磯崎は、ネオダダ的建築家として、最も過激な思想のもとに模索していた。1980年代以降は、ロサンゼルス現代美術館、ブルックリン美術館など、日本国外で活躍している。閉塞的な日本のアカデミズムを脱却し、世界的な次元で建築を構想する姿勢は、日本国内では、 批判にさらされるが、日本の現代建築を世界的なレベルに押し上げた建築家の一人である。古典的なプロポーションの禁制を避けるためあえてキューブのようなプラトン立体を多用することで知られている。現在は活動の場を海外、とりわけ中国と中東、ヨーロッパなどに移している。そこでは、かつて自身が行った様々な実験やアンビルトとなった 建築計画などのレファレンス、構造化とのコラボレーションによる進化論的構造最適化手法などを採用し、オーガニックな形態で得意な空間を演出させようとしている。協調など、編集翻訳、編集、ありがとうございます。